ます。はい、おはようございます。おはようございます。どうも、始まりました。はい、始まりました。放送儀、よいしょ。カラカラ騒いでいこうかなと。もうカラカラ騒いでいきましょう。じゃあ今日もカラカラ騒いでいい。よいしょ。はい、ね、始まりました。始まりました、ね、ケンとね、さっきは今日2回目だって、多分2人とも2回目です。2回目です。でも1回ね、今日初めましてっていう人もいるかもしれんから、ちょっと自己紹介いいかな。まあ、はい、じゃあ僕から。さっきから、はい、さっきラッチョね。はい、まああれ、知ってる人は知ってる、知らない人は知らない、さっきラッチョです。はい、さっきラッチョ、今回はまあさっきですね。さっきラッチョね。さっきラッチョ、さっきラッチョ、チェケラッチョからの何ラッチョ。はい、自衛隊。はい、こんにちは、2回目、タイラッチョです。イメチェンして帰ってまいりました。あ、そっかそっか、前回確か金髪やったよね。金髪です。で、え、ハーフだろってめっちゃね、言われてたよね。そうなんですよ、日本人に戻って帰ってまいりました。別人な、やっぱりそれほどね、やっぱり印象変わるもんなんですね。そうなんですよ、ファッションも変えてきました。あ、ってことは金髪の時の件もみんな覚えてくれてるってことやね。あ、嬉しいことです。ありがとうございます。今までは何人、ロシア人です。え、あれから1週間空いて、2週間か、まあ、2週間空いたか。2週間空きました。ということは2週間で一気に垢抜けたんじゃない、もしかして。うお、どうどうどう、どう自分的に抜けましたね、もういろんなもんが抜けました。もういろんなもんが抜けた。なんかそれやらない意味になっちゃうのかな、うん、ちょっと意味深いね。もう髪の色は増えましたけど。元ジェダイ外人みたいになってる。外人、そうだね、うん。何が抜けた、髪の毛っすかね。ジェダイ、そうやね、ジェダイってなんだっけ。ジェダイってスターウォーズの何でしたっけ。ジェダイ教えてくださいのキャラクター。キャラクター、スターウォーズのキャラクター。あれ、まあいいか、なまあいい、その話はあんまり広がりそうやね。そうやね、あ、そう、スターウォーズのね、ナイスね。あー、うん、セーバー持ってくればよかったっすよ。なるほど、あー、ありがとうございます。もでもスターウォーズ見たことないんだよね。あー、うん、マサイと戦って来い。よっしゃ、ほい、うわぁ、はい、よっしゃ、はい、OK。 それでね、まあ戦っ、言うたら2人とも2回目ね。2回目、あ、実は2回目、2回目か。2回目、さっきはどんくらい空いた、ちなみに。ちなみに、まあ僕2月でしたね、あれは。最初が2月か。2月からもう2ヶ月ぶりぐらいな感じ。おー、そう、まああれからもう2ヶ月経つんだなって。早いよね。だとしたら、ケンもね、前回から2週間は早いなと。早いね。スパンが早いですけど。ねえ、さきくん、どんどんイケメンになるよね。おっ、イケメンになってきた。さきらっちょ言われてるやん。さきらっちょ、ハゲラッチョ。名前をジェダイにしよう。なんでハゲラッチョ。検討していきます。うん。ケントだけに。うん。おぉ、イエーイ。全然面白くないな。あら。あれ、滑ってるよね、多分。滑ったし、多分あんまり聞こえてないって、絶対に今のね。うまく。ギャグ言うなら、はっきり言う。うまく拾って。もう一回言う、ケント。あー、でも聞こえてる、ちゃんと拾ってくれてる。拾ってくれてる。よかったよかった。そうやね。まあ、ってことはね、本当あれからも2週間経つじゃ早いよね。そうなんですよ。時間というものは残酷やね。残酷ですね。うん。何か、いろんなものがなくなってくるよ。いろんなものが、だからいろんなものが、なんかネガティブ。どうした？なんかいろんなものが抜けていったり、なくなっていったり。もうそっからワードを拾ってってね。うん。動画をまさやがすごくお兄ちゃん。俺動画をかな。おう。嬉しい。うん、最近老けてるって言われるから嬉しいな。さきらっちょ、金の匂いすごい。金の匂いってどういうこと、まあ、お金持ってんのかな。オーラ、オーラみたいな。お、こいつ金の匂いがってね、いいよね。おしゃれやもんね、さっきね。おしゃれですね。でも今日、さっきおしゃれ、さっきおしゃれやけど、でも今日一番突っ込みたいのはここなんだよね。おや、ドラえもんね。あ、そうそう、このドラえもん、みんな見えるかな、この鈴、鈴ね。今日はドラえもんのあれなのかな。そうなんですよね。ちなみになんでそこに鈴がついてるの。実はこれは猫耳なんですよ、これ。ああ、なるほど、なるほど。ドラえもん、猫ちゃんなのかドラえもんなのか、どっちなのか。そうなんですよ。なんかこの放送予期してたんですかね。あ、今日のためにね、
ウクラマのためにね、今日ちょっといつもと違う。そうですね、ツッコミが実際のなんかちょっと VK な感じになってるね。あケンって VK 好きだもんね。 VK 好きですね。そう、この前ね、初めてケンとバーに行ったんだけど、うん、ね、X ジャパンがすごい得意やと、あー歌ってもらったね、くれない歌いましたね。いやー、おやおや、なんか出ないカラオケのマシンが、おや、うお、出ませんね、まあ、今日急すぎるけど、今度ね、じゃあカラオケ歌ってみようよ、一回ね。歌っちゃいましょう。 X ジャパン甘かったんですよ。あれ、もう歌えるんですかね、ここ。歌えるんですか。歌えるんだけど、歌いたいよ。やばいですね。じゃあカラオケ会の時に、じゃあ呼ぶわ。ね、もう、ね、X 好きなの、X 大好きです、ね、もう若いのに X 好きなの。多分これはなんかあれ、アカペラで歌えっていうフリーなのかな。いや、大丈夫です。そんなめちゃ売りはしてないから。まあね、まだケンちゃんもね、まだ、おやおやおや、1週間、ね、その1回ぐらいね、そのカラオケ会ってのやってみたいね、やってみませんカラオケの枠を1回ね、撮りたいね。そうですね、まあ俺は絶対歌わんけど。あれ、そうそうそう、あれ、一番美声のマサヤさんが歌わない。美声やけど、ちょっとね、いや営業中のためにいい声残しとかんといけんからね。普段からこの声やから、ちょっとやばいんで歌ったらいい声から。そう、昨日やばかって、今日俺結構酔ってたやん。ああ、そうです。昨日酔って、もうベロベロなって、もうまともに喋れんかったので、ちょっとね、付け回しに紹介お願いしますって言ったら、ちょっとさすがに今言ったら自分のブランディング的にやばいなと思って、でもちょ初回マジ今日無理です、本当につきたいんですけどって言ったけど、ちょっとね、うちの鬼ナイキンが、いや、知りませんよ、ついてくださいよって言われて、おやおやまあまあ、本当につきたかったからね。だからまあまあ、じゃあ頑張る、俺頑張るってついたんだけど、やっぱ案の定、なんだ、全然何喋ってるかわからんって言っても、もう、俺ももう喋りたいのに、もう頑張って喋ってみたいな感じで、もう超辛くて、って、何の話だっけ、これ。そうそうそう、なんか、落ちが見つからんかったけど、いや、今日、昨日の俺のブランディングはやばかったなと。あ、うん、なるほど。なんか酔ったら喋れんくなるよね。喋れんってのはあれよ、喋れるけど口が回らなくなるってこと。ああ、ありますね。スタートサラドみたいな。そう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 、やばかったね、久しぶり。久しぶり記憶なくなった。あ、スキーボー、最近記憶なくなった。記憶とかなくなってた。2人は代表のバースデー以来ですかね。でもあの時は本当代表のバースデー、まあ、それは忙しかったもんね。忙しかったね。ケンは毎日記憶なくなってます、ね、毎日記憶なくなってる。はい、どうする、ちゃんと思い出残してる。思い出ちゃんと、なんか思い出大事っすね。どっかに残るはずなんですけど、誰かちょっと思い出もどんどん抜けていく。思い出も何もかもいろいろ、いろんなものが抜けていく。過去は振り返らないみたいな。じゃあ、ま、毎日何も生存せんよ、じゃあ。いや、ま、毎日ちょっとなんかもう何か成長してたんですよ、ね、うん、さっき横顔イケメンだって。もう横見とこうか。絶対コメントか。はいはいはい、いや、これもこれできついですからね。それ結構前の回なんだけど、自分の一番好きな角度とか言った話したんだけど、あるさっきは自分がさ一番盛れるなと思う角度。盛れる角度ですか。うん、だいたい自撮りとかするとき、自撮りするときはだいたい45度大事。あ、で目線外してみたいな。あ、目線ちょっと外してみて。なるほど、いいかね、まあ、鉄板ですね。え、ちなみにケンは？自分もそうですね、ここら辺か、ここら辺ですね。めっちゃ上やん。え、めっちゃ上やん。え、大丈夫、大丈夫。めっちゃ上目遣いするやん。もう攻めます、もう持ってなんです。女の子が、なんて言うんだろう、結構上目遣いで、剃るのはいいんだけど、男も上目遣いするのかな、みたいな。まあ、若干ね、上向いた方が目大きく見えるかもしれんけど、そうです。ちょっと上すぎとな。上すぎっすかね、これ。うん、やっぱり上目遣いはね、女の子の特権やと。あ、やっぱね、上目遣いでお願いされたらさ、いやもうなんか、ふにゃってやらん。なんでしょ、ふにゃーってね、もう可愛いな、よしよしみたいな。何でも聞くわ。うん、まさや、自撮り下手そう。自撮りしますでも一回ね、やったよ、自撮りやって誰今この場でやってね、誰が一番漏れてる巨匠部みたいな一回やったよ。あ、まあ、今日はやらんけど。うん、そうそうそう、今日はやまさや正面から撮って、そう、俺正面から撮ってもイケメンやもんね。上目遣い別に 上目遣いする必要ないかなっていう。あ、そう、ちょっといじってもっと一応ちょっとナルシスタ発言してんのに。うん、普通に痛いやつやん。逆にスルーされてるみたいな。あの一番撮られたくない角度ってある。撮られたくない角度、やっぱりあれじゃない、もうここじゃない。そう、あれや、こうやってさ、どんどんイケメンになる、可愛くなるみたいな流行ってる。あ、ありますね。うん、ありましたね。下から例えば鏡で下から自分の顔見たら、なんていう、20年後ぐらいの自分っていうね。へ、なんか下から見てる顔が、こうやって下から見た顔がなんか20年後ぐらいの自分を表してるみたいな。うわ、シワが寄ってみたいな。
多分みんな見たことあると思うけど、いや絶対見ないこれ、絶対見ない、そんな、うん、さっきザワールド、ザワールド、あのね、キラザワールドね、前回見た放送、なんかキラザワールドっていうのはなんか覚えてるんですけど、そう前回ね、あのキラザワールドってのがちょっと生まれたわけなんだけど、じゃキラな、キラのね世界観、ザワールド、ザワールド、自分の世界を持っている、うん、さっきもでも結構ワールド持ってる子だよね、ワイルド、まあよくなんか何考えてるのか分かんないっていうのは、ああ何考えてるか分かんない、それダメね、俺もめっちゃ言われるけど、まあ自分が考えてることはできる相手に伝わってほしいよね、まあそれは本当ね、例えば自分が好きな子に本当はめっちゃ俺お前のこと好きなのになんで伝わらないんだよみたいなね、ああもどかしいですね、そう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 、雑誌とかトリックスに自己写真、自己写真だとされることっていうのは、うーん、ああ、言うたら漏れてない写真ってことだよね、あああ全然漏れてねえやんこれみたいな結構あるね、そうだこれ載せるかみたいなのが、ホソースでなんで例えばさ、ホソースさんのね、トピックスとか見た時とかになんでこの写真選んだみたいな、俺全然漏れてないやんみたいなね、まあ、めっちゃある、ね、ありますね、でもあ、ない、まだそうか、まだトピックスでもまだ K はそんな撮ってないか、撮ってないですよ、トピックスほら自分でさ、写真確認してさ、これでこれにするとこやればいいよ、おー、うん、そうそうそう、なんでこれやねみたいな、俺もっとかっこいいのあったやろみたいな、なるほど、潰しかいみたいなね、まあ、誰ともね、どんな写真撮られてもイケメンやと思うからね、いや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 、まあ写真じゃないんでね、まあ、やっぱ実物だと思う、あー、写真で判断すんなよと、すんな、そんな、実物の俺を見に来いよと、お、そういうことです、っていうことで、まあカメラに向かって言って、え、俺ですか、そうやってじゃあね、まあ写真じゃ分かんないんで、ぜひともね実物の俺に会いに来てください、よいしょ、ちょっと弱いなちょっと先ざまると弱いな、普通のに普通になっちゃいます、うん、ちょっと修行しとこうか、先ざまると剣ざまると欲しいね、剣ざまると剣の世界観ってどんなんだろう、剣の世界観、なんか俺さ、俺はこういう世界観持っているよとかないの、いや、まさにこんな感じです、いや、分かる、ちょっと見てくれる人、イケボデルだね、イケボデル、俺はこういう人間だみたいな、前回軽い自己紹介したと思うから、はい、じゃあ今日は人間性についてちょっとね軽く自己紹介そうっすね、10分ぐらい、10分、10分ぐらい、うん、僕の世界観はあれっす、まあ、音楽がほとんどです、あのピアノ、クラシックとかもうロックでもパーティーミュージックを何でも聴いたりするんですけど、やっぱあの音楽にあの何でしょうと触れてない時間帯ってほとんどないというか、音楽がないと生きていけない人間ですね、音楽何センチじゃなくてなんか全然自衛隊キャラなくないものさ、F あれやっぱそういうキャラがついてるらしいですけど、いやでもやっぱ平和主義なんで、やっぱあの、うん、争い好まないみたいな、うん、でも音楽も戦争みたいなもんですね、本当に、あーかっこいいこと言ったねあー確かに言われてみる、かっこいいような、奥深そうであんま深くないよな、うん、いや自衛隊キャラは捨てません、うん、捨てません、捨てない、もう地面ずっと張ってます、うんうん、でもね、まあ、ちょっと言ってたけど音楽、ピアノ弾けるらしいよね、あピアノはもう、いやか、ま、さかの男でピアノ弾けるって、ね、めっちゃかっこいいなと思うわけですよ、もう BGM 担当、 BGM 担当ね、一回ねもう某店のようにね、店内にピアノ置いてね、店が演奏してくれたら、あのピアノ演奏してる人誰みたいな、呼んでよみたいなね、真ん中かっこいいあるんじゃないかと、うん、あ、X 確かに弾ける、ピアノで X 弾ける、練習してきます、練習したらいける、練習したらいける、耳コピはできる、耳コピは苦手です、あ、それ苦手、苦手ですね、まあ絶対音感はね、なかなか難しい軍艦軍艦やっぱり軍艦俺のイメージはなんか黒魔術、黒魔術ってな、でもいいよね、なんか黒魔術感いいよね、そうなんか黒魔道士みたいなね、そう、本当は魔法かけちゃいますよ、ね、うん、じゃあね、とりあえず剣の紹介やったということで、一回 CM にね、行きましょう、ましょう、じゃあホストの仕事は特上のサービスの提供だ、しっかり覚えていこう、テーブル目をきれいに保つことが基本だぞ、すげえよ、おお君いいね、女の子は何を求めるのだろうか、Crazy for your heart,
もう後半早いね。さっき言った通り時間というものは残酷かなと残酷ですね思うわけですよ。はいね、あの今はね自分のみんな好きな格好ねできるから楽しいでしょって言ってくれてるけど間違いないよね。間違いないです、ね、本当はやっぱりね、まあ、入ったばっかとか新年の頃はやってみんなねスーツ着てバチッとで名札つけて、ね、うんうん、名札懐かしい。俺が歌舞伎町来たの7年前なんだけどその時はもうね歌舞伎町中スーツの人ばっかやったし、でもうみんなこれな名前の名札つけてどうも初めまして新人ですみたいなね結構それが当たり前だったわけよね。あそうなんですね。ほんとこの5、6年、7年ぐらいで一気になんかね、あの変わったね。なんかもう習慣だったし、逆にスーツでも珍しい。あ、そうです、あんま見ないです、うん、ないですね、イベントぐらいですかね。ね、ホストなのになぜかスーツデーを作るね、お店もあるし。あ、なむしろスーツデーあってもいいと思うよね。やっぱり、いいっすね、ほら、たまに見たいっす、ね、普段は私服だけど、たまにスーツでビシッと決めてる姿もかっこいいと思うし。確かに逆にスーツが映えるしね、普段着てないもんね。そうですね。一回ね、あのスーツデーとかうちもやってもいいんじゃないかなとね。あ、もう提案しましょう。なんかグランドオープンだっけな、みんなスーツやったね、確かさ、うん、グランドオープン、そうですね、そうだよね。一人、一人か二人はなんか変な白い銀のスーツとかありましたけど、変なやつおったけど、でもかっこよかったなと思ったわ。マサヤデ、マサヤデって何マサヤデって何バースデーのことっすね。あー、バースデー、あ、バースデー6月ですか。いいの、このバッグ使って俺のバースデー告知していいの。しちゃいます。いい、まあまあ、でもね、5月、6月だから誕生日、まだね、2ヶ月あるんだよね。わー、そうそうそう、まあ、その前に、まあ、リーダーが、うん、あ、そうやね、来月ね、リーダーがね。あ、そうですね。じゃあ、次ぐらいにね、リーダーを出そうかね。あー、バースデー告知するためにね、ぜひ、リーダーに、うん、マサヤを崇拝する、いいね。ちょっとマサヤ顔作る、ちょっとマサヤ顔作っちゃいますか、うん、マサヤ顔で仕事、おめえ作るかマサヤマスク、いいね、マサヤ教、そうね、いいね。なんかそのマサヤ教はちょっと言い過ぎかもしれんけど、でもその教祖様になりたいなって思う時もあるよね。あ、教祖様すげえ。何がすごいかって言ったら、まあなんだ、洗脳ではないけど、うん、やっぱりすごいやん、その、あ、まあいいや、この話いいやん、終わっちゃうんすか。まさや愛護、保険団体、ちょっと愛護して、ちょっと、あ、めっちゃいいわ。募金します、まさや募金、諦めないで。まさやが今日するのはどんな宗教です。そうだね、やっぱりあれかな、うん、独裁かな。独裁、うん、独裁、男なら一度は夢見る独裁と、うん、いうちょっと中二病のね、ですけど、ケンはどういう、例えば王様になるならどういう国にしたい。いやー、もうあれですね、独裁ですね。マネすんなよ。いや、もうちょっと元住宅独裁だったら怖いやん、ちょっとなんか、どんな国にな、なんかやっぱ集団でいるとやっぱ上に立ちたいなっていうのは、あ、まあそれはいいことやね。そういう気持ちは多少ありますよ、ね、うん、じゃあ続いて、先ざわるとは、先ざわる、まあ雨の代わりにお金が降ってくるとかですかね。うん、ちょっと先ざわるとかやっとしたね。これ拾いづらい、ね、ちょっと拾いづらかったね。ポラポラポラみたいな。まあね、いや、いいっすね、ドラえもん頼もう、それはね、ドラえもん、はい、雨をお金に変えるとこ出してよ。はい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 、何も持ってきてない。ちょっと、まあ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 、お先に2要素でしょ。グイ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 5次元ポケット。そうだね、でも今日は多分営業中も多分ドラえもんの真似をめっちゃさせられると。そうですね、ちょうど俺が振る、うん、もう振りまくる、え、ドラえもんの真似うまいよのって言っちゃおう。任せてください。下手くそやな、うん、練習、営業までに練習しとこう。どこでも、うん、これは振られるよ、この学校したら。確かに、うん、似てない、やっぱり、うん、まあ似てても似てないね、まあね、うん、なんかちょっとその声うまい。逆にドラえもん上手い人ちょっと見てみたいですね。ダダダダッダ、いや、もう違うな。ダダダダダッダ、どこでもドア。お、今結構似てなかった。結構似てる、音うるさいね、さっきね。さっきドラえもんやってみましょう。サケザワールドでやってよ。ダダダダダッ、どこでもドア。あー、なんかあれ若干似てたような、似てないような。まあ、ケンが一番これで弾くね。無理っすか。だ、俺の買いたいからドラえもんやって。うん、そういうことも用意して、アイス落とした、あれ、アイス落としたっていうのも、もう分かっていると。なるほど、見えてないのに、多分なんか単独いいか、うっす。
1缶はみんな飲まないね、そういえば。そうですね、もちろん。ほら、1缶しか空いてない。そうですね。まあ、俺はお茶やけどね。プレモルだけ。まあ、人によってはめっちゃ飲むっていう人もいます。そうですね。そうやね。まあ、ちょっとね、昨日飲みすぎて今日はあんま飲まなくていいから。ああ、確かに。そう、まあ営業前やし。プレミアム大事ですか。たまにはね、休館っていうのもね。プレミアムだね。そうなんですよね、やっぱ肝臓休めないと、あれですもんね。そう。まあ、そうね、昨日ね、まあ、僕と代表とリーダーと岡山とキラが、ね、一部出たんだよね。合同営業っていうわけではないけど、あ、まあ、チャリティーイベントみたいなのやってね、やっぱりピロって九州の人間が多いんだ。あ、そうですね。だからまあ、まあ、やっぱり、まあ、熊本のね、震災に結構関与してる人が多いんだけど、それでやっぱり九州大分県にやっぱり何かしらしたいなと思って、うん、そう一部二部合同でチャリティーイベントやったわけよね、昨日。そうそう、で、まあ、その売り上げは全てもう全額寄付するっていう形にしたして、うん、これは助かりますね。すごいですね。まあ、それまあ、おかげさまで結構ね、お客様も来ていただいて、いい感じのイベントになりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そうね、で、一部の人たちはね、みんな普段の時間帯からいいけど俺ら二部はね、もう一部の時間帯は普段寝てる時間だから、やっぱりね。そうですね。まあ、そっからの終わって二部みたいな感じだったけん、だから昨日めっちゃ酔っ払っちゃったんだそう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 、3時間限定のやつね。3時間限定やったんやけど、結構短かったね、やっぱり一瞬。そうですね、一瞬やったかな。そうそう。まあでも、みたいな感じで合同イベントたまにできたら楽しいんじゃないかなとは思って、昨日ちょっと出てみて、やってみたと思ったんだけど、どう？はい。あれ、話聞いてた？あれですか、チャリティーですか？じゃあチャリティーじゃなくて、まあ昨日合同の形やったけど、それ一部と合同みたいな、もしがあったら多分楽しいんじゃないかなと思うけど。いや、なんかまた違う雰囲気にはなりそうですね、やっぱ。いやでも、なんすかね、でもやっぱ争いがすごそうな感じ。争いがすごそう、まあ、いい意味でね。いい意味で、ね、いい意味でお互い切磋琢磨してみたいなね。あ、まあ、シャンパンが入りそうですね、もういっぱい。もう入ったら止まらないみたいな感じありそうですね。一回シャンパン入っちゃったらもうラッシュだみたいなね。いやそうですね、いいね。でも絶対楽しい。戦争戦争、これはもう剣の出番やな。いや俺の出番ですね。合同放送してください。あ、いいっすね。合同放送ね。そう、俺も今日考えたんだよね。あ、今日実はね、さっき急遽始まる直前に剣とね、先に今日ニコラマ出ようかって10分前からに言ったんだけど、はい、そうで、やべえどうしようみたいな、今日誰にしよっかなと思って誰もね、挙手せんからさどうしようみたいな、もう俺が一方的に決めたんだけど、でじゃあ最悪フィロセカンド以外も考えようかなと思ったんだけど、2部だから時間帯的にね、そうそう、なかなか合同難しいんだよね。ケントにとって合同営業とは、ケントにとって合同営業とはいやもう祭りですよ。祭りすごいことになる。あー祭りだ祭りだ的なね。そう、でもまあめっちゃ活気は出ると思うんだよね。いやもう活気出ますし、話題にもなると思う。そうやね、結構ね、合同営業みたいなことやってるね、お店もあるしね、ちょいちょい。そうですね。まあたまにはいいんじゃないかな。まあ本当に戦争になる、戦争っていう意味でなんかいい、すごい勢いある感じになると思うんだけどね。そうですよね、シャンパンコール対決みたいな。カラオケ対決ですね。まあ、そう、カラオケ対決しないからね。したいですね。まあね、まあ機会があれば、フィロセカンド以外もね。そうですね。と思ってんだけど、でもやっぱ俺はね、せっかくこの枠使ってるんやったら、フィノセカンドのね、従業員を紹介したいと思ってた。そうそう。で、たまにはもう俺出らんから、ちょっとケン、MC 頼むわとかも言いたい。できればね。そうですね。そう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 。まあ気づいたら俺が MC させていただいてますけどもね。そうなんだね、あれあれあれ。ケント君は一部のメンバーほとんど MC ないです。ないやろね。まあ、多分ね。誰とも会ったことないっすね。あ、話したこともない、誰とも。話したことないっすね。あ、じゃあ、じゃあさ、じゃあ誰、話したことないんやろ、はい、名前はわかる、名前は、はい、うん、じゃあちょっとイメージを聞いてみていい、ちょっと名前言うから、この人はこういうイメージみたいなね、はい、うん、じゃあまあ、やっぱ最初は代表である宗司くん、はい、どういうイメージ、いやもう、黒髪でなんかもうほんと男らしいというか、なんかもう真似したくなる、まあ、俺はあ、だから黒髪したわけ、そんな感じです、憧れてるんだよ、じゃあ、まあね、同じこのニコネマの枠を持ってるね、はい、はじめりくの代表代行は、はい、いやもう店長から話をいろいろ聞かせてもらってるんですよ、本当にカリスマというか、話術というか、もう本当見習いたいところがいっぱいあるな、
声ちっちゃいね、ちょっとね。だん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 、拾ってるのかな、マイク。だん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 ちっちゃい。自信持って、いいこと言ってるんだから自信持って。そうそう、うん、これもし一部のね、女優さんが見てくれてたら、あ、ケンいいやつだなって思う。ちょっとアピールしよう、会ったことないんやったら。そうですね。じゃあ、ハッシー。ハッシーさん。ハッシーさんは、ハッシーたまにこれ見てくれるからね。あ、本当ですか。前回コメントめっちゃしてくれてたから、そうそうそう。今日見てないのから分からんけどね。ハッシーさん、ハッシーはどういうイメージ？かっこいいですね。ここ一番適当やな。ただの、もう、なんて言われでしょう。メガネが似合う。ああ、まあ確かに。伊達めっていう。俺もやっぱあのメガネはかけたいんですけど、やっぱあそこまで似合う人になりたいです。顔がロクソイってこと。なるほど。なるほど、まあそっか、人間性は分からんよね、会ったことないからね。分からないです、写真でしかイメージがなくて、そっか、じゃあ、10代10代さん、遊戯王カードのイメージが強くて、やっぱ遊戯王カード、デュエル好きなのかな。うん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 、なるほどね。リスナーの発し扱いウケるね。そうやね、まあ確かに店内ポスターね、10代が、そうですね、なんか俺のデュエルがなっちゃうとか書いてたね。そうですね、もうそっからのイメージ、従業員がポジティブになるとか。まあそうか、まあやっぱりこうやって今聞いてみて思ったけど、やっぱり見た目だけでしか判断できないんだなと思ってね。そうですね、まあしょうがない、会ったことないけどね。実際に会ってお話ししてみたいですね。じゃあさっきは宗志くんについてどう思う？今なんかもうほんと大人って感じ。大人、そうですね。でもじゃあ代表代表だ、リクト君は。まあなんかあれ、カリスマだけどなんかふざけるところはふざけられる、なるほど、人なのかなと思って。なるほど、おお、いいね。じゃあ、ハッシー、かっこいいです。かっこいいよ。ああ、また帰ってきてね。ハッシーやってるのかっこいいね。まあ一応被せて、まあ、まあ、でもいい人なのかなと思う。あ、なるほど。厳しいけどみたいな。厳しいけどでしょ、多いね。うん、じゃあ10代10代さんは、まあ本当ポジティブです。ポジティブ、本当ポジティブ、ね、ザポジティブやね。まあ気分が良くなります。なるほど、気分が良くなる、いいね。じゃあ、まあ紹介させていただきますけどね。まあ、もういいね。もう時間になりますね。うん、もううまいやね。まあこうやってね、ちょっと今一部の印象を聞いてみたけどね、まあいい感じやね。そうです。これはもうケンもね、6月か6月にね、合同で沖縄行くんですよ、一部と二部。慰安旅行でね、その時にいっぱい絡めるからね。そうですね、ぜひ楽しみにね。頑張ります。そう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 。そう、沖縄ね、もう夏やからね。メンソーレ、メンソーレ。まあ、あとね、20秒しかないけど、今日はあんまりまだ先沢ワールドと剣沢ワールドあるじゃない。そうですね、これはちょっと残念ですけど、ね、まあ、できればもっと2人のワールドをね、濃ゆくね、行っていきたいね。そうですね、うん、もっとワールド確立して。そうだね、じゃあもっと次出るときは濃いワールドを持ってやりましょう。じゃあ今日もみんなありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。